今回は、混迷の時代こそチャンスだ。道なき時代に、道を作る、を紹介します。戦後、広島、革新、挑戦、スピードを胸に、青年は解いた、一枚の露天から西日本最大の氷チェーンを築いた、夢タウンの創業者が語る、不安定を楽しむ知恵、山西社長の金言集です。内容的には、 他の優れた経営者たちも唱えているような内容ですが戦後の広島の焼け野原から始まった山西商店をここまで成長させたという実績とバイタリティには感心させられます昔の人の行動力は素直にすごいと思う泉夢タウン創業者が書かれた本ということで興味深く 読んでみました。とても読みやすく、またわかりやすい本でした。物事の考え方がとても参考になり、勇気づけられました。私は営業課長ですが、自分の立ち位置や部下とのコミュニケーションでとても参考になり、勇気づけられました。リーダーや会社の管理職の方にはおすすめの一冊です。以上。興味のある方は、 実際の商品を Amazon などでご確認ください今回は最後までお付き合いありがとうございましたよかったらチャンネル登録をお願いいたします